皆様お待たせいたしました。それではセッションを始めさせていただきます。 Zoom がもたらした新しい仕事とカルチャーというタイトルで、さまざまな分野の Zoom ユーザー様をお招きし、 Zoom で変革したこと、新たに創出したビジネス、社員・職員の意識の変化など実例をご紹介させていただきます。このセッションはパネルディスカッション形式で行います。なお、本セッションの内容およびスクリーンショットの SNS 等での拡散はご遠慮いただけますようお願いいたします。ここからはモデレーター役の弊社セールスマネージャー島方聡の方で進行させていただきます。それでは島方さん、お願いします。皆さん、こんにちは。Zoom ビデオコミュニケーションズの島方と申します。ではここから、Zoom をご活用いただいている3社の皆様とパネルディスカッション形式で、セッションを進行したいと思います。今回は、Zoom がもたらした新しい仕事とカルチャーと題し、さまざまな分野の Zoom ユーザー様をお迎えして、Zoom で変革したこと、新しく生み出した仕組みやビジネス、社員・職員の意識の変化などをお尋ねしたいと思っています。では次のスライドをお願いいたします。セッション前にですね、皆様ご参加いただいている皆様に一点ご注意がございます。このセッションに関する内容およびスクリーンショットの SNS 等での拡散はご遠慮ください。では次のスライドをお願いします。2020年今年、新型コロナの影響によって社会環境の変化を余儀なくされて、皆様もその影響をもろに受けているかと思います。皆様どのようにそのような環境変化の中で組織、働き方を変えていかれたのか、今日はパネリストの方々にその部分をですね、お伺いしていきたいと思っています。それでは今日のパネリストとして3名の方々にご登壇いただいておりますので、ご紹介させていただきます。桜インターネット株式会社コーポレート本部総務部部長中川光三様、マイラン EPD 合同会社マーケティング&コマーシャルエクセレンス本部シニアマネージャー吉田直子様、変化株式会社カスタマーサクセスディビジョンデジタルインテリジェンスセクションセールスストラテジスト板垣慎介様、以上の方にご登壇いただきます。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまずはですね、パネリストの皆様に自己紹介、会社紹介、まあ、Zoom の導入時期、あとライセンスの種類とか数、このあたり概要をですね、お話しいただきたいと思います。それでは桜インターネットの中川様からお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。桜インターネットの中川です。当社は首都圏、大阪、北海道、石狩のデータセンターを通じてレンタルサーバーや VPS、クラウドといったサーバーサービスをはじめ、 IoT のデバイス向けに通信やデータ保存をシームレスに行えるようなサービス、最近では経済産業省の委託事業として宇宙にある衛星からですね、飛んできたデータを、無償で提供できる、サービスの運営など IT インフラ事業を展開しているいわばプラットフォーマーであります。私が統括している総務部の配下には従業員向けに IT サービスを提供する情報システムグループという組織がありまして、従業員向けにグループウェアだったり社内の SNS、当社スラックを使ってるんですけれども、こういったものや、個人が使用する、PC の提供などとともに Zoom も全社に提供しています。検証のために去年の10月から一部の会議室に会議室向けの専用機 Zoom Rooms のテストを開始しました。その後、社内にあった古いビデオ会議システム26セットはすべて Zoom Rooms にリプレイされています。今年の4月には、コロナによる緊急事態宣言の発令ともなって、どこからでも自由に Zoom が使えるようにということで、全社に約800の有償ライセンスを提供することになりました。さて、
今日ズームトピアに参加されている皆さんの中でも、今までリアルなコミュニケーションで築いてきた、まあ、信用とか信頼といったいわば積み重ねてきたもの、まあ、心理的な貯金を使いながら切り崩しながらリモートワークされてるって感じてる方も中におられるんじゃないのかなと思っています。ですので、私に求められているまあ役割というか命題はリモート前提の働き方であってもこれまでより深い心理的な安全性を作り出したり継続できるようなそんなリモートのコミュニケーションをビジネスの場の中で作り出すことです。今日は皆さんと一緒に新しい発見ができたらというふうに思っています。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。リモート前提の働き方の中でリアルで築いてきた貯金コミュニケーション貯金を切り崩さないでそれを リモートのまま実現していくということですよね。非常に興味深いお話だと思いますのでよろしくお願いいたします。では続いて、ヘンゲの板垣様よろしくお願いいたします。はい、ヘンゲ株式会社の板垣です。ヘンゲワンという働き方改革を推進できるソフトウェアを開発で販売しているメーカーでございます。で、従業員170名の会社でして、東証マザーズに上場している会社です。ヘンゲという社名の由来なんですが、もともとは HDE という社名でした。で、2019年、去年の2月に変化プラスチャレンジの造語でヘンゲという社名になりまして、で社名の通り変化と挑戦を尊重する会社です。でまた社長が常に和服とかですね社内公用語が英語とかいろんな意味で尖った会社でございます。で私の役割なんですがデジタルインテリジェンスという部門におりましてセールスオプス&マーケティングというような役割です。で具体的に言うと、まあ、セールスとかですねカスタマーサクセス部門で課題を見つけてでそれをデジタルで解決できないかと検討して実装するという量もしてます。ただですね、コロナ禍以降はもっぱらデジタルでお客様の引き合いを獲得するというところに注力しておりまして、特にウェビナー担当としてですね、Zoom ウェビナーを使いまくる立場でございました。で実際 Zoom の導入時期はですね、2018年9月から有償ミーティングライセンスを利用ということで、かなり古いユーザーらしくてですね、はい、昔から Zoom を使っております。でライセンス自体は結構その細かく使う人使わない人っていうところを管理しているので結構増減が激しい形です。はい、今日はですね、はい、まあ、いろいろ Zoom 使ってきたのでなんかその辺の知見で皆様の参考になるところがあればいいなと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。御社の名前の由来が変化&チャレンジで変化、まさに今の状況を予想したような時代ですよね。いえいえ、まあそうですね。ありがとうございます。今日のこの後の話楽しみにしておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では吉田様、マイラン EPD 吉田様よろしくお願いいたします。はい、マイラン EPD 合同会社の吉田と申します。今日よろしくお願いします。マイラン EPD は医療用医薬品の製造販売を行っております。アメリカ系の製薬会社になります。で医療用医薬品って何かって申しますとドラッグストアとかで直接買えるお薬とはちょっと違いまして、お医者様ですね、処方箋を書くことで初めて買ったり服用したりすることができる薬剤のことを言います。でまあ、MR と呼ばれる、まあ、営業部門の担当者がですね日々情報提供するというようなことをやっております。で私自身は、まあ、この会社でデジタルマーケティング全般を担当させていただいております。製品マーケティングのチームがございますので、まあ、彼らと協力して自社製品の主にデジタルプロモーションの、まあ、企画だったり運営ということをやっております。Zoom の導入はですね、まだ本当にすごい最近でして、今年の4月に、まあ、パイロットをして、5月から本格導入というのは、まあ、まだまだちょっと日が浅いですので、まあ、ここで勉強させてもらえればと思うんですが、導入のきっかけはこの後でも少しお話ありますが、まあ、コロナが流行したということで、MR が、まあ、利用機関に訪問できなくなったということで、リモート面談ツールの一つとして、まあ、採用をさせていただいております。でアカウント自体はその営業部門中心に、はい、約500アカウント Zoom ミーティングを契約させてもらってます。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。
製薬会社のマーケティングのお立場でビデオ会議の活用、あと営業現場での利用ということですので、この後詳しくお聞かせいただければと思います。では次のスライドで、Zoom の利用シーンということなんですけれども、実際にですね、皆様の環境で、Zoom をご利用いただいているということなんですけれども、具体的にではどういうふうに利用されているかというところを、お伺いしたいと思っております。ではこの質問に関しては変化の板垣様からお願いできますでしょうか。はい、そうですね、会社としては、商談だったりお客様対応で、あと海外とのミーティングっていうところにも結構頻繁に使ってます。であと今面接とかもですね、結構全部オンラインで最終面接までやったりとか、さまざまな場面で使ってます。で特に今日私は大阪に会社では所属していて、で兵庫県伊丹市の自宅から今日参加させてもらってるんですが、人数は圧倒的に渋谷である本社の方が多いので、ミーティング時に僕だけリモートで入るみたいなことも結構あります。で、このコロナ禍で弊社もほぼもうフルリモートになったんですが、もうそこからもう頻繁に活用していて、で特に全社的にほとんどオフィスに今来てない状況なので、非常にビデオ会議の機会はやはり多いです。で社内 その少人数は弊社は Google ワークスペースを使っているので、ミートの場合もあるんですけど、大人数だったり社外は結構 Zoom が多いかなと思ってます。あとはウェビナーでもがっつり利用してて、やっぱ参加者の履歴がしっかり取れるとこだったり、また弊社マルケットというマーケティングオートメーションツールを使っているので、そことも連携できるとかっていうところは非常に助かってます。はい、ざっとそういう使い方をさせてもらってます。はい、ありがとうございます。いろんな用途でご利用いただいているようなので、その辺もまた詳しく質問をさせていただきたいと思うんですが、先ほどの自己紹介で2018年からということですよね。わずか2年前の話なんですけれども、Zoom のお客様の中ではもうフル株風に入るということで、なんかそうらしいですねありがとうございます。で、先ほどの社内の会議では他の製品も使われながら Zoom も大規模では使われているということだったんですけども、この使い分けみたいなところで大規模で Zoom を使っていただいている、なんか理由みたいなのがあるのはなぜでしょうか。そうですね、はい、イメージとしては10人超えたぐらいがなんか感覚的にあるんですけど、やっぱりミートでいっぱいつながってると、ちょっと回線の状況もよると思うんですけど、重くなったりすることがあってですね、でそうなると顔のビデオは消してやってねという形で運用を結構してったんですね。でところが、Zoom を使ってみると、あんまりその顔をオフにしなくても通信が安定してるなということに、使ってて気づきまして、それからは結構大人数とか、あと社外、さっき海外って言いましたけど、やっぱ海外は通信が細いところも多いので、そうなるとやっぱその Zoom だと安定するねってこう使ってて感覚で感じて、で Zoom を使うようになったっていう、そういう経緯があります。なるほど、ネットワーク環境によってこう使い分けてらっしゃるイメージですね。そうですね、ありがとうございます。では続きまして、マイラン EPD 吉田様お願いできますでしょうか。はい、すみません、ちょっとバーチャル背景がうまく動かなくて申し訳ないです。はい、大丈夫です。はい、私どもの会社では、基本的に社外の顧客との面談に使用しています。主にはお医者さん先生ですとか、薬剤師の先生と、うちの営業担当の MR との、リモート面談に使っています。で1対1だけではなくて、MR とその上司と先生という3拠点でやって、いわゆる営業現場って上司同行ってあると思うんですけれども、そういうの上司同行をですね、Zoom 使って、実現したりしています。それで話す内容というのは、自社製品の情報提供ですとか、あと医薬品は安全性管理重要ですので、副作用情報の収集とか提供とか、そういったことをさせてもらってます。で、他にもですね、MR と先生だけではなくて、その以前その先生を担当してた MR が、移動等弊社もありますので、移動で遠方に行っちゃいましたと。でもすごく仲が良かった。そういった時にですね、この Zoom を使って、その前担当してた MR と現担当の MR と、
先生の3拠点で面談をしたりもしています。これ実際リアルで来てもらおうと思うと結構もうお金も時間かかっちゃうんですけども、ズームさえ会えればもう本当時間さえあれば会えばもうそういうミーティングもできちゃうっていうことで、結構先生からはおお元気にしてるか最近どうだみたいな感じで好評いただくこともございます。で結構私たちの導入も、まあ、そんなにまだ日が浅いんですけれども、結構このズームで面談をこう依頼していると先生たちから実は自分もズーム使いたかったんだみたいなことをお話伺うこともあります。結構ご自身が所属する、まあ、医師会ですが学会で、まあ、このコロナのこともありまして、まあ、ズームをちょっと導入できないか検討したいんだけどっていうような相談を受けることがあります。で結構そういう相談を通じてですね、まあ、ズームを導入したのが製薬業界の中では早いっていうのもありまして、なんかマイランはちょっとデジタルに強いよねですとか、あと積極的にそういったいろんなツールを利用してるよねっていうような印象を、まあ、医療従事者の方に持っていただくようにもなりました。なるほど。医師の先生方にも利用されたいっていう方がいらっしゃるということですよね。で御社の営業活動をこう支えるだけでなくて、こう相対する先生方、医者の先生方の利用を促すという役割もあるのは、まあ、先生方にとっても御社にとっても、まあ、ウィンウィンの関係になるのかなと思うんですけれども、実際にあれ先生方へのこう利用っていうのは広がってるように見えますか？すごく広まってると思います。そうですか。結構すでに医局だとか学会だ、医師会がもうズーム使ってますっていう場合もありますし、今回のコロナのことですごく増えてきてるのかなと思ってます。なるほど。じゃあ、まあ業界全体でこう広がりを見せている、その先陣を切っているのがマイラン様と。いう感じです、ね、あといいんですけど、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、では、さくらインターネット中川様お願いできますでしょうか。はい、当社で、リモートの働き方が全社的に広がるきっかけっていうのはコロナだったんですけれども、今ではコロナの行く末とは関係なく、恒久的なリモート前提の働き方にシフトするという経営判断を当社は行っています。今では全社の9割前後がリモートワークで勤務をしてまして、まあ、こういう背景から最も使用頻度が高い Zoom の使い方は、まあ、10人以下ぐらいでのミーティングが一番多いですね。自宅やコワーキングスペースから自分に対応された PC の、まあ、Zoom の有償アカウントでミーティングに参加してきていて、例えば先ほど紹介した衛星データのビジネスに参画しているメンバーであれば、まあ、オフィスへの出社の必要性ってほとんどないんですよね。こういう社員は、国内をこう点々とこう移住しながら会議に参加してビジネスを進めているという話も聞いています。まあ、一方で大規模な方針発表だったり制度や組織の改変の告知、まあ、時にはまあ新卒の入社式といった全社や全グループを対象にした催しを行うという時には当社500人を超える規模のミーティングになる可能性があります。こういった場合は、まあ、当初ウェビナーを使用してたんですけど、やっぱりこう顔が見えた方がいいよねという話もあって、ウェビナーではなく今は大規模なミーティングが可能なオプションの契約を適用してミーティングの上限500人から1000人まで引き上げて対応しています。あと、例外的な、まあ、ちょっと話なんですけども、まあ、業務後に各自でこう食べ物や飲み物を用意して Zoom を使って将来の、まあ、会社の話をしようよっていう催しもあったんですけど、まあ、その時は160人ぐらいで集まって、夜中まで話し合ったということもありました。はい。まあ、こういった社内向け以外にも社外向けには、対個人ですね、面接とかいった行為だったり、あと多くの法人さんとの社外の打ち合わせ、これも Zoom ミーティングを使っています。あと当社の商材の、まあ、セミナー、ハンズオンというものもこれまで、ご来場いただく形式でやってたんですけども、現在ではウェビナーを使ったオンライン形式がメインになってます。まあ、といったように、まあ、結果として、当社は、まあ、電話の文化もかなり少なくなっていて、声を使ったコミュニケーションというのはほとんど Zoom へとシフトしています。
もうなんかそのポストコロナ後の恒久的な働き方の中でもこの Zoom を使われていくっていうのことがこう見受けられる、もしくはの利用方法 もうミーティング以外の利用もあるということで、この後詳しくその辺のお話も聞かせていただくような質問がございますので、ぜひその辺詳しくまたお話しいただければと思います。はい、はい、では次のすいませんスライド、このメイン、今日のメインのトピックと言ってもいいぐらいの、質問なんですけれども、ビフォーアフターと書かれていますが、Zoom を導入展開されたきっかけと、あとその展開後の社内の変化、もうすでにお話少しいただいている部分ございますけれども、お客様御社の中でのそのビフォーアフターというところをですね、細かくお話しいただきたいんですけれども、ではこの質問は、マイラン EPD の吉田様からお願いできますでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、導入のきっかけは先ほどちょっと触れたんですけども、やっぱりコロナの流行でした。まあ、コロナが流行して、まあ、MR が医療機関にもう全然訪問できないっていうような事態が発生しましたので、代わりの、まあ、リモート面談ツールとして、導入をしております。で、まあ、導入したその当時はですね、社内では、まあ、今もそうなんですけども、グローバル指定の別のリモートツール、面談ツールが実は あったんですが、まあ、若干ちょっと使い勝手というか使いやすさの点で、まあ、難があったのも正直なところでした。で、Zoom 自体は私自身もすでにベンダーさんとのミーティング等で使う機会がありまして、あ、これめちゃくちゃ使いやすいなっていうふうに思ってましたので、まあ、こういった機会があったので、導入を急ピッチで検討させてもらいました。で、Zoom 社のご協力もいただきまして、弊社では2週間、まあ、短い期間ですがパイロットを行っました。まずで、私もいろいろこういうツールだとかパイロットをやってるんですけども、この Zoom のパイロットが初めての経験だったのが1個ありまして、それがパイロットをやってるうちからですね、なんか Zoom なんかすごい使いやすいよみたいな口コミみたいなのが営業現場で広まりまして、パイロット期間なんですけども、ちょっと私もそのパイロット参加させてもらえないかですとか、来週先生とのミーティングがあるんだけど Zoom のアカウントを自分ももらえないかですとか、そういったことが、まあ、声が上がってくるっていうような、すごいパイロット期間でも大きな反響がありました。で、現場ですごく、まあ、好評、いい反響だったので、いざ導入となったんですけれども、まあ、これ結構外資系あるあるだと思うんですけれども、結構やっぱグローバルの承認を得るっていうのは非常に大変でした。で、まあ、これちょっと話せばもうこれだけで多分1時間取れるんですけど時間がないので、まあ、結論から言いますと、まあ、私の上司でもありますマーケティング本部長がですね、この Zoom の良さ、メリットっていうのを、まあ、グローバルに強く訴えたことで導入が承認されました。で、じゃあ承認された、でも使ってもらう必要が、早期に使ってもらう必要がありますので、社内でいろいろ協力体制を組みました。で、まずさせてもらったのが、まあ、営業使う、メインで使う営業部門もそうなんですけれども、研修部門ですね、彼らに非常に強く協力してもらいました。でも、すぐに導入決まってすぐにもう導入研修を組んでくれたりですとか、あと、まあ、操作が不安だっていう MR に対してはもうワンオンワンでロールプレイを何回でも実施する、それでも使い方慣れてもらうっていうようなことをして、その使い方に慣れてもらうということをしました。あと、まあ、インセンティブとかを管理している部門と、まあ、協力して、支店ですとか、まあ、エリアといったところでその面談回数をカウントしてインセンティブにしましょうみたいなので、まあ、MR のモチベーションを上げていくっていうようなことも、ね、いたしました。で、今回この Zoom 早く社内で広まれた一番大きい要素はやっぱりトップのメッセージかなと思っています。何かと言いますと、うちの その営業本部長ですとか各支店の支店長たちがですね、この Zoom を導入するときにすごく強く MR に、まあ、この Zoom を使って面談をしていくんだっていうメッセージを出してくれたんですね。で、メッセージを出しただけではなくて、本部長自らですね、その支店長たちと Zoom 懇親会をやりまして、まあ、その模様を営業全体会議の時に紹介するっていうようなことを、まあ、自らその使ってる姿勢を見せてくれたんですね。それでもとにかく慣れようと、
とにかく使って自信持って先生にアプローチしていこうっていうようなメッセージを強く出してくれたのもすごく大きかったかなと思います。で、まあ、もうここに参加されている皆さんご存知だと思うんですけど、Zoom って無償でも定額制といいますか、使えば使うほどお金取られるっていうものではないじゃないですか。なので利用範囲を特に導入の時はですね、狭めない、とにかくもうコミュニケーションと名が付くものはもう何でも Zoom を使っていいよみたいな感じで案内をしていくとすごく良かったのかなと思っています。で、メインで使用する MR 側の、意識っていうのも非常にちょっと重要だったかなと思ってます。もともとあったそのツール、リモートツールの使いにくさっていうのもちょっとネックであったんですけれども、最初 MR の多くはですね、コロナが落ち着けばまた病院行けるでしょとか、リモートツール練習したってそんなに使う機会すぐもう半年ぐらいで終わっちゃうんじゃないみたいなことを思ってるものも確かに多かったんですけども、本社が先ほどのようにどの部分も一丸となって Zoom を推奨していくことですとか、あとコロナがなかなか落ち着かないっていうような現状もありまして、MR 自身がこういう Zoom みたいなデジタルツール、リモートツールも使える MR にならないとダメだなっていうような認識が、少しずつなんですけれども変化として芽生えてきてるかなと思っています。ありがとうございます。先ほど外資あるあるでありましたけれども、確かにそうなんですよね。グローバルで、外資系だとグローバル一括のこう標準ツールが用意されていて、それを使ってくださいっていうのが基本的にはある中で、それをこう払拭して新しいツールを国内だけで導入いただいたっていうのは、ものすごい大きな決断だったと思いますし、それが展開も含めてうまくいってるっていうのはものすごい、すごくユニークな事例だなと感じました。その中でもやっぱりそのトップの方々のこう強い意志っていうのはやっぱり感じられているんですけれども、そこはやっぱり非常に重要だったということですよね。本当に重要だったと思います。一部の部門だけがやれやれって言っても絶対これは浸透しなかったなと思ってます。やっぱり Zoom 自体の良さですね、使いやすさも相まって、本当にそのトップたちも自信を持って、自分たちも使って持ちながら自信を持ってトップたちも進めてくれたので、そこはすごく早期導入ということでは功を奏したなと思っております。なるほど、ありがとうございます。非常にその変化が分かる内容だったと思います。ありがとうございました。続いてでは桜インターネット中川様お願いいたします。はい、実は私総務部に移動してきたのはちょうど1年前なんですね。以前利用していたテレビ会議システムにこうしばしば調子悪くなるんだけれども原因が特定できないという結構厄介な障害がしばらくの間発生しているという状態で着任しました。でそのちょうどそのタイミングでですね、東京大阪石狩をつないだ大きな会議の最中に障害が起こりましてでその場で、社長からもっといいのに変えてくれという檄もいただいて、それから大急ぎで、会議室に専用機として設置するタイプの Zoom Rooms を検証し、オフィス、26あった会議室の設備は全部 Zoom Rooms に入れ替えをしました。しますと、音質も画質も格段に上がったので、会議の質自体がこうぐんと上がったって言ってもこうこれは総務だけでなくいろんな方からは良かった良かったと褒められたんですけれども、つかの間4月には緊急事態宣言の発令があってですね、この Zoom Rooms はもうあまり使われなくなりました半減しました。で、その代わり全社員には有償アカウントを提供しようということを、これ先ほどマイランの吉田さんがおっしゃってたような形で、うちも経営判断でもうすぐにこれ全員に有償アカウントを出そうということを決めてもらって、リモートワークを行う社員もこれを使用して出社率 10% ぐらいになったんですよね。で、先ほど言いましたけれども Zoom Rooms 会議室に設置したものはほとんど使われなくなりましたと言いましたが、これ私いい変化だと実は思っているんですね。ほとんどの社員が個人に貸与された PC を使用して自宅からの接続という形になりましたので、会議室の予約の取り合い合戦
みたいなもんだったり、会議室待ちのための会議のリスケジュールみたいな、もう不毛な状況っていうのはもう発生しなくなりました。これによりビジネスのスピードはまあ確実に上がったんだと私は感じています。またコロナという背景もあるんですけども、居住地域による距離的な制約を受けなくなったことで、出張が必要に出なくなったり、参加できるプロジェクトに地域差というものは生じにくくなったということで、まあ、フレキシブルだったりこうフラットという組織の編成も加速したと思っています。これらのこうビフォーアフターを振り返って、まあ、ターニングポイントだったなと思えるのは、会議室と個人対応の PC で接続してきているミーティング、この混成状態でのミーティングでは、会議室の中にいる人はどうしても会議室の中にいる人に向けて話してしまうという傾向があるというのが分かったんですね。これ個人の PC で接続してきた人はすごい疎外感が生まれるんです。当社もこういう混成の状態では大きなイノベーションというのは起こらなかったんですけど、ミーティングの参加者がそのほとんどが個人の PC から接続してくるようになると、この疎外感は一気になくなって、先ほどお話したフレキシブルだったりフラット、スピード感を持ったコミュニケーションというものが発生させられる状態になったんだというふうに考えています。ということで私なりの結論なんですけども、足らないものを補おうとするだけでなくて、こうイノベーティブに Zoom を使おうとするのであれば、ライセンスは全社員に支給されるというのがベストなんだろうというふうに考えます。なるほど、面白い、経験、この1年間ものすごい経験されたっていうのがよくわかる内容でしたね。特にご移動されてもそのタイミングで結構ミッションクリティカルな内容お題を課せられて、その後コロナっていうこのジェットコースターみたいな動きがこの1年中川さんの中にあったのがすごく分かるような内容で、それに伴ってこう会社が変化していくっていうところもこう細かく見ていかれて、働き方もそこでこう柔軟性を持たせて変えていったというのが非常によく分かる内容でした。ありがとうございます。それでは変化の板垣様お願いいたします。はい、そうですね、まあ、弊社ではミーティングとウェビナーと結構両方に変化がありました。で、社内では2018年9月から利用したと言いましたけど、サポートでの利用が最初でした。で、変化1ご利用のお客様にこう説明を要する変更があってですね、でそれをこう一件一件訪問してると、もうお客様の数とこちらの人数から言って時間がないという、とはいえちょっと電話だと説明しづらいという、まあ、要件がありましてですね、まあ、そこで何かいいツールないかというところで Zoom をその説明会に活用したというのが、まあ、最初でした。まあ、そこからどんどんまあ活用の幅は広がっていったんですが、やっぱコロナってところが一番大きかったです。で、最初ですね、この顔を出さない文化から顔を出すような文化にこう変わったって言ったんですよ。これが僕はこうめちゃくちゃやっぱ大きくてですね、こう顔が出てないとこう誰が誰だかこう声だけで判断しないといけないってなってですね、これめちゃくちゃ難しいなと思いながらミーティングをしていました。で、特に弊社おかげさまでどんどん社内の人数も増えているので、やっぱ新しい人が来ても会ったこともない、コロナで言うとっていう本人も会社に出社してないみたいな、そんな状況の中でやっぱ声だけで判断するってなかなか無理があってですね、まあ、そこを Zoom 使って顔出しでコミュニケーションできたっていうのはめちゃくちゃミーティングの質の向上っていう意味で大きかったなと思ってます。で、ウェビナーも実はですね、あんまりこの今日やってるようなリアルタイムなウェビナーっていうのは実は弊社でしてなくてですね、やっぱいろいろリスクがあるので録画を流すというのがまあ結構多いです。で、その録画のコンテンツを作るのに実は Zoom の機能を使って録画してます。で、まあいいところはやっぱこう遠隔でアドバイスができるので、やっぱ噛んだりとかですね、内容こっちの方がいいんじゃないみたいなことをウェビナーでウェビナーでもミーティングでもどっちのライセンスでもやってるんですけど、こうつないでできるというところがやっぱめちゃくちゃ良くてですね、最初は現場で集まってこう録画してたんですが、これ家でもできるなということが分かりまして、最終的にみんな自宅にいてもですね、ウェビナーのコンテンツが作れるということで、やっぱこの動画
っていうのは、まあ、前々から動画使っていいよってこう世の中的にもなってたと思うんですが、やっぱこのコロナで一気にこの加速して動画コンテンツを活用できるっていうふうに、まあ、社内でもなったところは大きな変化かなと思ってます。なるほどありがとうございます。まあ、もともとの利用の用途としては説明会みたいなところから使っていただいて、社内で使われるようになって、その文化としてはまあ音声だけのやり取りをしていたのが顔出しに変わってきたっていうところが一つ面白い点ですよね。あとツールの利用でもライブの利用もされてますけれども、まあ、ウェビナーとかに関しては録画が、録画を使っても利用されているということで、そうですね、録画のを使うところでのこう非同期ではありますけれども、そこのカルチャーの変化みたいなのが社内でもこう醸成されていってる状況ですかね。まあ、そうですね、結構新しく入った人の研修もちょっとまあ毎回同じことを喋ってるので、まあ、動画にして一旦それを見てもらって、でその上で質問タイムにしようという形で、まあ、より時間をこう有効にテクノロジーを使って活用できるようになったっていうのはすごいいい変化だと思ってます。まあ、動画を使うことでの効率化っていうところですね。そうですね、参考になります。ありがとうございました。はい、では続いてですね、こんなところでもズームというスライドなんですけれども、まあ、もう皆様の先ほどの利用方法であったり、こうビフォーアフターの中でいろんな用途でご利用いただいているという話をされてますけれども、特徴的なこのミーティング以外での Zoom の使われ方がございましたら、追加するようなお話があればまたしていただきたいと思うんですが、まあ、もしくはですね、こんな形で使いたいというような発想のユースケースも構いませんので、コメントいただけると助かります。ではこちらもですね、中川様、こちら中川様からいきましょう。さくらインターネット中川様からお願いいたします。はい、今変化の板垣さんから録画とか動画の話で出ましたけども、この機能すごい使い勝手いいですよね。当社もかなり使ってます。はい、例えばあらかじめ発表者が決まっていて自身が発言する必要がない場合なんていうのは、まあ、あえて会議に出席せず終わった後で録画データを倍速で確認するっていう時短を行っている社員も中にはいるという話も聞いています。はい、まあ、話は変わりまして、会議が会議室ではなく Zoom を通して行われることになったんで変わったことがあると思うんですよね。これ今録画の話も出ましたけど、音声データ、これも変わったんだなと思っています。安定した品質で、そして手軽に取り出せるようになったんだと思っているんです。当社で大きなミーティングは音声を全文で テキスト化をして全社員が横断的に検索ができるウェブベースのアーカイブに録画データと全文テキスト化したものを紐付けて投入するという取り組みを行っているんですね。で、これによってこれまで議事録では見えなかったこう話の経緯だったりとかニュアンスといったものも、まあ、誰でもいつでもすぐに振り返れる、共有できるという世界観になっています。これは作成者のスキルによってばらつきの出やすい議事録ではできなかったことですし、また内容の検索がしづらい録画データ単体でも実現できなかったことなんですよね。ありのまま全ての内容が検索できて必要な情報を追体験できるという変化が起きたんだと思っています。まあ、当社のユースケースとしてはこういったものになります。録画のデータのお話と、もともと、まあ、発想になかった量ですね、倍速での活用みたいなところはすごく参考になりました。ぜひはあると思います。あとですね、その音声のテキスト化、これはちょっとお恥ずかしい話なんですけども、お客様からのデマンドものすごく多くて、まあ、もちろんこれ英語ではズームできてるんですけれども、まだ日本語で実装されてないんですよ。なので御社のこの日本語のテキスト化の実装っていうのはもうすでに反響がバンバン来ると思いますので、ぜひこれをまた別のセッションでですね、ぜひ中川さんにお話しいただきたいなぐらいなちょっと気持ちでございます。すごく大きい反響が大きなものだと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。非常にユニークなお話でした。ありがとうございます。続いて板垣様、お願いできますでしょうか。
はい、はい、の前にさっきの中川さんの話でやっぱそうクラウドに録画すると英語でこう文字起こしてくれるっていうのを、はい、素晴らしい機能と思いますし、僕もその日本語対応を心待ちにしてますので、はい、ズーさんよろしくお願いします。はい、はい、で、はい、変わった使い方ってどこなんですけど、実は私セールスフォースの、ビジネスコミュニティをこう運営3つぐらいしてましてですね、で、まあ、それは何ぞやというと、こう自発的にセールスフォースのことを勉強したい人がこう集まる会でして、でそこでこう人数募ったり募集したりで、講師の方をちょっと呼んだりとか、そういうことをしています。で、まあそこでも今コミュニティもコロナでこうオンラインになってて、結構ズームが欠かせない存在になってます。で、これ実はきっかけがあってですね、まあ、ズーム中継とセールスフォースと天使の話っていうんですけど、2019年5月にですね、セールスフォースのパードットというマーケティングオートメーションツールのユーザー会がありまして、で、それこう、オフラインの会なんですけど、ちょっと実験的にズームでつないでみようというのを運営リーダーの方がこう発案してですね。で、ただ、うまくこうウェブカメラにこう資料がカメラ映らなかったんですね。こうぼやけてしまうというか。で、っていうので僕は参加者として入っきれたんですけど、私が検証で同様の事態に実は出くわしたことがあって、で、その時にこう iPhone のカメラってこう意外と高性能っていうのを気づいてですね。で、こう、ズームアプリからミーティングに参加して、で、その iPhone のカメラで映せば、こう、きっちりピントがあって、資料もこう映ると、全体も見渡せるみたいな、まあ、そういうアドバイスをこうしたら、うまくいったって話でして、詳細は、ズーム中継、セールスフォース天使って検索したら出てくるんですけど、はい。で、その記事を書いた株式会社ハッチワークの宇佐美さんが、私のことをこう、天使が降りたように見えたということで、そういうブログを書いてくださいました。で、それが結構、ズームの営業さんもですね、まあ、このウェビナーでもこういう使い方あるよっていうので、そのブログをすごい紹介して使ってたみたいで、なんか結構、私天使ですって言ったらおおみたいな感じで、はい、結構すごい狭い界隈ですけど、界隈でこう有名になったって事件がありました。で、僕もだからそれ以降ですね、結構ズームいいなと思ってすごいズーム結構使ってましてですね、界隈ではなんかズームおじさんとか呼ばれてたりするぐらい、はい、なんかズーム好きな人として認知されてまして、はい、そういうコミュニティでもかなり使わせていただいてます。なるほど、ありがとうございます。実はですね、後ろの質問コーナーで板垣さんの映像がすごく綺麗なんだけど、カメラは一眼レフ使ってるんですか、何使ってるんですかって質問が今後ろでガンガン来てるんですが、あ、ほんまですか、まあ、これちょっとそこだけ何かもし情報があれば簡単にお知らせいただいてもいいですか。そうですね、これロジテックの 4K のカメラでして、で、一応これ僕今周りあんま白抜きがないと思うんですけど、一応ちゃんとグリーンスクリーンを配置してやってます。後ろ持ってるんですね、なので、はい、こんな感じで受けがいいってことですね。ああ、なるほど、はい、そうです、そうです。そうするとこう振ってもちゃんと出るし、ああ、すごいです、はい、ブレないですね。 なるほど。なんで 4K とこのグリーンスクリーンの複合技でやらせていただいてます。ありがとうございます。質問もういくつか来てたの、多分その答えになったと思いますので、ありがとうございます。ロジクールさんのカメラということで、4K カメラということですね。ありがとうございました。では、マイナー EPD 吉田様、お願いいたします。はい、弊社はまだ導入して短いっていうのもありまして、そこまでそのなんか画期的なっていうお話はできないんですけれども、まあ、一つあるとすれば、うちはまあ、ズームミーティングだけの契約なんですけれども、小規模なエリアの講演会を、まあ、この Zoom を使って実行しています。講演会といいますと、普通はまあホテルとか会議室を借りて、まあ、そこに先生集まっていただいてっていうふうにして実行するんですけれども、まあ、このご時世そういうことできなくなってますので、まあ、基本的に製薬会社の方でも製薬協会の方でもウェブ講演会っていうのがすごく積極的にたくさん行われるようになってます。で、まあ、そのウェブ講演会、通常はですね、いわゆる配信ベンダーさんに委託して行うことがまあ普通なんですけど、例えばその地区だけの30人とか多くて50人って言ってるような講演会の場合は、まあ、正直ちょっとコストの問題で集客、そういうベンダーさん使うのも難しいって言ったときに、この Zoom の機能をですね、駆使、Zoom ミーティングの機能を駆使して講演会を行ってます。演者の先生も、参加者、聴講者の先生も、ご自宅やあと病院から参加してもらうっていうようなことをやってます。で、まあ細かくその各エリアでいろいろ
まあ、ご要望とかもあってあのカスタマイズしていくんですけど、まあ、本当いろんなパターンがあるんですが、あの、まあ、ズームミーティングでもすごくいろんな機能があるので、結構そういったバリエーションを使えているのかなと思ってます。であの演者の先生とは、まあ、これをきっかけに関係構築ができたりですとか、あとはあの、まあ、それ以降は Zoom でちょっとミーティングしようか面談しようかっていうふうに言っていただくこともあります。あとはあのご参加いただく先生もですね、まあ、あのお家から、まあ、安全に参加できますし、あの Zoom ミーティングでやると結構その何て言うんですかね、あのバーチャルなんだけど距離が近い、リモートだけど距離近いっていうんですかね、その質問もしやすかったりですとか、あのそういうこともあって、もしこういう機会がまたあったらぜひ声かけてほしいって、はい、あの言っていただく機会もあの多くございます。以上です。面白いですよね。ウェブ講演会を運営するっていうところで、まあ、ちっちゃいセミナーをズームでやっていただいているということですけれども、まあ、先生方とのこうコミュニケーションがこうリモートだけれども活発化されるっていうのはすごく面白いし、先生方の知見もやっぱり広がるんでしょうかね。こうよりインタラクションというかやり取り、相互やり取りがあるということで、御社にとっても相乗効果を生み出せそうですよね。ありがとうございます、うん。はい、ありがとうございます。では残り4分ぐらいなので、あの皆様1分ぐらいでちょっと回答をお願いできればと思うんですが、最後の質問です、今回のズームトピアのイベントテーマはカレッジ、勇気というものを持ってるんですけれども、まあ、皆様がさらに勇気づけられるためのですね、コミュニケーションのこう改革への期待とか、まあ、もしくはもうズームの機能の改善とか要望とかでも結構でございますので、こんなことが変わればあの勇気が出てくるというようなものがあれば教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。じゃあこちらも、中川様からお願いできますでしょうか。はい、うちの会議室にはホワイトボードの機能を兼ね備えた D10 というすごく大きなタッチパネル機能、ズームルーム専用機というのがあるんですね。かなり大画面です。これ図を書いて説明したいといった時に時々この機能を使ってたんですけども、結構便利です。で、この機能、会議室用ではなく個人で使用できるようなもの、例えばノート PC に USB で接続できるような、タッチパネルでそうこう絵が描けるような、モバイルのディスプレイなんていうものが Zoom としてこう出していただけると、さらにいろんな人たちとこうイマジネーションをこう通わせたり、はい、膨らませたりすることができるんじゃないかなというようなことを考えたりします。このような機能の拡充ぜひ期待しています。ありがとうございます。先ほど確認したんですけれども、 D10 の方入られてらっしゃるので、多分ご要望をもうすでに聞いてらっしゃると思いますのでD10 さんよろしくお願いいたします。お願いします。あと質問で1個だけ、中川様に、以前はどのサービス、会議サービスと会議システムを使われたんですかという質問があるので、もしあのお答えできる範囲であればお願いいたします。そこはちょっと当社もあの、はい、仲良くさせていただいてた会社さんの、わかりました。じゃあそこは伏せて、はい、よくありがとうございます。あのご質問があったのですいません、そのままダイレクトにお伝えしたんですけれども、了解いたしました。ご事情があるということですのでご了承ください。それでは、変化の板垣様をお願いいたします。はい、そうですね、勇気で言うと、あの私が尊敬するフジテックの友岡さんという方がいらっしゃいまして、でこうビジネスマンの身だしなみがですね、こう今まではスーツや革靴をこうちゃんと新調することが、コロナ後こうマイクやリングライトとかね、 そっちになったということをあのおっしゃってまして、でこれ私は非常にあの感銘を受けてですね、本当にそうだと思ってます。で私はその職業柄こう影響を受ける側なんですけど、すでにこうやっぱりすごく音声が悪かったりですね、顔が出ないような商談ってやっぱりいまいちだなって思っちゃうんですよ。なんですでにこうリモート格差ってのは出始めてるんですが、ただリモートってこうね、まあ今回まあ僕はちょっと 4K のいいカメラを使ってますけど、まあ、設備ってそんなにお金がかかる、そのスーツと革靴がお金かかんないものなので、やっぱそれをビシッと装備してでやっていくということは、やっぱこう現代のこのすごい武器を手に入れたってことにやっぱなると思っていて、そうするとやっぱこう勇気って湧いてくると思うんですね。なのでこうすごいこう武器を手に入れてですね、こうどん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 こうビジネスの世界で、まあ、動画であったりウェブミーティングというのを活用していけば、こう特に今の時流に乗ったいい結果が出るんじゃないかなと思っているので、こうどんどん皆さんもこの
4K カメラを買ってもらえればと思います、はい、なるほど。でもあれですよね、本当働き方変わってきて、こうオンラインでの身だしなみっていうこと確かに変わりましたよね。あの、うんうんうん、なんかファッションショーで、あの上はちゃんとしてんだけど下は半ズボンみたい なんかファッションショーでオンラインのあの、はいはいはい、ウェアみたいなのが登場してきているのとか、あとはあのファッションとかメイクもそうですよね。先ほどあの別のセッションで、うん、うちのメンバーがやってましたけれども、あのバーチャルのこう、フェイスのこう何て言うんですかね、あのシールドみたいなのが出てくるような、ものもありますので、そういったファッションやメイクの領域でもこの新しい働き方っていうのが波及していくの可能性っていうのがちょっと見受けられますよね。ありがとうございます。では最後に吉田様お願いいたします。はい、あの私もカメラ買います。 あの眉毛 あのつけるやつすごいいいと思います。使ったことありますけどすごくいいです、バランスそれもおすすめ機能です。はい、あすいません、あちょっと脱線しましたが、あのうちの会社本当まだズーム短いんですけども、あのこのズーム導入したことで、あの先生方、まあ、医療従事者と、あの我々製薬会社 そのコミュニケーションの手段バリエーションが本当増えたなって、一つあの大きな武器をもらったなっていうふうに思っています。で、あの MR の活動って昔ながらの、まあ、医局の前にずっと先生を立って待つ、とにかく待つっていうのが伝統的なやり方で、まあ、それはそれであの重要な局面もあるんですけれども、やっぱりこういうあの Zoom を使っていくことで、まあ、お忙しい医療従事者の方、そして MR 自身ですね、私たち自身もあの時間を有効利用できていくっていうことはすごくあのいいことなんじゃないかなと思っています。それがいろいろなところに広まっていけばいいなと思っています。Zoom さんにお願いしたいことなんですけど、まあいろいろあるんですけれども、まあ、こういったイベントもそうなんですけれども、やっぱりあの4月にあったのセキュリティの問題 あの行動ですね、あれもすでに解消しているっていうことは、あの私たちは分かってるんですけれども、結構まだやっぱりあの面談申し込むと大丈夫なのって言われることはあるので、やっぱりそこはあの引き続きあのいろんな方にそのキャンペーンだったりですとか、あとあの、まあ、偉い人から言ってもらうですとか、そういったことをあのして続けていっていただけるといいのかなと思っています。ご意見ありがとうございます。あのすごく社会的意義を感じてもいますので、まあ、機能面での実装はさることながらセキュリティの部分ですね、まあ、特に今回の Zoomtopia ではあのエンドツーエンドの暗号化が実装されましたっていうのアナウンスありましたけども、こういったものが国内のお客様にも、まあ、もしくはお客様になろうとしている方々にもちゃんとアピールして、お届けできるように認知活動の方は広げていきたいと、進めていきたいと思います。ありがとうございます。それでは質問、今日の質問は以上でございます。皆様本日はありがとうございました。また本日あのご登壇いただきました中川様、板垣様、吉田様のこの実体験がですね、今日ご参加いただいている皆様の、Zoom 利用のご参考になればと思いますので、本日は改めてですね、中川様、板垣様、吉田様に御礼申し上げたいと思います。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。パネリストの皆様、では以上で終了いたします。はい、パネリストの皆様、貴重なお話をありがとうございました。